団優勝藤島部屋の勝呂さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。初めての各団優勝、はい、気分どうですか？そうですね、はい、嬉しく思います。今日の優勝がかかる相撲、三島さんとの相撲でした。土俵に上がる思いはどうだったですか？そうですね、まあ、緊張は少ししたんですけど、まあ、しっかり準備は、稽古もできてて、準備はできてたので、まあ、やってきたことを出せればいいかなと思って、土俵に上がりました。勝呂さんは今場所、休場明けということで、左目の網膜剥離の手術、4回されたということですね。そうですね、まあ、大きな手術は3回になるんですけども、まあ、5月から、まあ、一応手術はしました。はい、3場所休場がありました、はい、その間はどうだったですか？そうですね、まあ、不安とかいろいろ悔しい気持ちもありましたけども、まあ、本当に師匠はじめ部屋の方々や、まあ、周りで応援していただいている方皆さんに支えていただいて、まあ、土俵に戻ってこれたなと思います。そういう意味ではいいスタートになりましたか？そうですね、ここからまた上を目指してやっていくところなので、最初のスタートの場所で優勝できたっていうのはとても嬉しく思います。部屋の環境はどうですか？そうですね、まあ、関取、あと藤青雲はじめもう幕下の兄弟子もいっぱいいまして、稽古もすごく充実してできているので、これ以上ない環境だと思います。どんな力をこれから磨いていきたいですか？そうですね、もうやっぱり自分は当たって押すってことだけやってきたので、これからもその力をつけるためにしっかり稽古してやっていきたいと思います。今年の目標を教えてください。そうですね、まあまずは少しでも上に行けるようにやっていきます。はい、上はどのぐらい？そうですね、もうまあ、最終的にはやっぱりこう入ってきたのは関取になるっていうのを目標にやってきたので、そこに向けてしっかりやっていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。序二段優勝藤島部屋の勝呂さんでした。